今日は当社の文化財を、紹介したいと思います。しばらくあの新しいタイプの紹介をしてまいりました。レイバック、クロスレック、もう最新のね、うちの花形車両であります。これ花形ですね。花形、こうしたまあ車の誕生の陰にはですね、6気筒車、これは忘れない存在としてあるわけですけれども、決して花形ではなくて、知る人ぞ知るなんですけど、花形にはなれなかったですね。でもね、飾り尽くせない魅力を持っている、ですから、文化財、まだね、本当にやってあげたいことはいっぱいあります。この車あるんですけど、まあとりあえず文化財ですので、順番にやれることからやってるわけですけど、まあ、例えばね、この長年ね、こう使い、ね、込まれた、使い古されたとは言えない、使い込まれた、ね、このホイールナットですとかね、こうディティールをね、ちょこちょこっとこうやりたいんですが、まあでもね、でもね、まあ、これはこれでね、そのなんていうんですか、いい感じのね、まあ熟女の雰囲気とね、申しましょうかね、熟女か、これはいますね、こう疲れ切ったみたいなね、たくあんのね、疲れ切ったみたいなね、いや我々、ね、本当に、貧品にあふれた熟女でございますね。貧品にあふれた、若干のね、そういうあのシミやそばかすはね、気にしない気にならないね、色素沈着と申しましょうか ね、いろんな言い方があると思うんですけどね、内装はなかなかのものでございますよ、でやっぱりこのレガシーって、このね、ここが、このここが綺麗ですよね。ここ大好きです。それとこのライン、ね、このラインいいですよね。本当に飽きないね、飽きないいい車を作りましたよね。じゃ あ中をね、ちょっとね、説明しようと思います。中をね、まあこのタイプの BL っていうシリーズ、まだセダンがですね、非常によく売れてた頃の、まあレガシーなんですね。で、まあなんかネット情報によると北米もいよいよレガシーをやめると。花粉じゃないな、これ黄砂かな、黄砂ですね。急に向こうからなんかピュッと飛んできた感じだ。わっと見たら黄砂が迫ってきてる。体正直ですよね、さっきまで。これはね、まだ良かったです。今皆さんも気をつけていただきたいんですけどね。自動車のエアコンってね、これしばらく乗ってないじゃないですか。乗ってない車じゃなくて、今日撮影のために西尾君がね、全部掃除してここにも燃料を入れたチケットがありますけども、動かしてくれて、人の手がかかってるわけですよ。人の手がかかってるんで、一応全部電装系が動いてるわけじゃないですか。なので今たまたまですね、エンジンかけて、このエアコンの温度調節がですね、このマックスクールになってたわけです。18度にね。で、
最近の車ちゃんとそこ制御してるのでキーを入れた途端にファンがファーッと回らないですね。ちょっとワンテンポ置いてから回るんですけど、昔はあのエンジンキースイッチ入れると全部の電子計が一気に立ち上がるので不具合もあったんですね。バッテリーに対する負荷がかかったりとかですね、だから鍵だとあのヒューズが飛ぶとかそんなこともあったんですけど、昔の車はね。今はそういう制御が行き届いてるんですけど、例えばこの状態だとブワーって今一気にエアコン出ましたよね。ああいう時にいわゆるアレルゲンと言われる物質がこのエバポレーターの中で発生していることがあるんです。この奥にエバポレーターという熱交換器があるんですけども、まあ、その表面にカビが生えたり、それはそうですよね。あの水分が結露しますから、あのその時 の, あの気温とか湿度とか環境によってですね、でそれがバーッと飛び出るわけですよ。だから非常に不快、ものすごく不快に感じる時があります。で僕気をつけて、あの知らない人の車乗る時なんか特にそうなんですけど、いきなり来ると困るのでピッてあの消してからエアコンかけるんですけど、今まあ、 あの油断をしましたけど、ブワーッと出る時はあの自分の車であっても気をつけた方がいいですね。で、最近今度のイベントでは、まあ、あのエアコンのガスの点検も含めて、まあ、エアコンのガスをですね、あの一回回収して装置の中に入れて、で 99% あの純度を高めた状態で戻す機械があるんですね。エアコンリフレッシャーってやつがあって、まあ、それを入れた理由っていうのは、あの冷媒を大気放出させないっていうことですね、一つには。それからあの新しい冷爆なんか の, あのエアコンのガスはものすごく金額が高いので、これはあの脱炭素の一環でですね、まあ、値段がですね10倍近くに、コストがですよ、一缶が10倍近くになってますので、そういったものをあの回収するためにエアコンリフレッシャーってやつがあるんですけど、それを使うとあのエアコンの内部で疲れたガス、まあ、いわゆる不純物が溜まったり、エアコンの中にオイルがありますからね、オイルが一緒に回ってますから、そういう疲れたオイルをあのガスをあの元に戻して、でまた戻す、で足りなきゃ補充するっていう、そういう機械があるんで、まあ、その機械にをつけ使ってこのエアコンの能力をあのリフレッシュするっていうことに合わせて、あの車内にエアフレッシャーっていう、まあ、エアゾールなんですけども、ここに置いて放散させるんですけど、やっぱりアイサイトのついた車なんかはいきなりそうやるわけにいかないので、うちの整備士がそれをやるんですけども、そういうことをすることによって、まあこのタイヤあのこの表面にね、あの抗菌層を作って、車内をフレッシュにしようっていうのを今度ゴールデンウィークの間お安く売るんですね。で合わせてそのエアコン の, あのフィルターですよね、エアコンフィルターを新しくして、エアコンフィルターにもゴミがついて、やっぱりそこにあのいくら抗菌成分があったとしても表面についた汚れからアレルゲンが出る場合がありますので、まあ、そういうことをやるというあの企画をしてます。だから興味のある方はぜひどうぞ。で、まあ、そういうことがあって今ふと思い出してあのお話をしてるんですけど、昔ですねこんなことがあったんですよ。非常に気持ち悪い話なんで、あの食事中の方だったらごめんなさいなんですけど、強烈な腐敗臭がブワーッというのがあって、ブワーッ、ブワーッ、ね、なんでなったかっていうと、あのエアコンの装置の中でネズミが子供を産んで、でそのなんでそんなことになったのか分かんないんですけど、それをエアコンを作動させたか何かで中であの死体になっちゃってた、まあひどいことになっちゃったんですね。で、全然気づかずに放置してたので腐敗して牛まで湧いてた。で何日かぶりに乗ってかけて、今みたいにエアコンが急に立ち上がったんで、うわーぐわーみたいな、ね、これはうるさいって音があって、うちで分解してうわーってね、なんじゃこりゃってなったことがあります。で、あの本当に何が起きるかわからないのが田舎の納屋ってやつですけどね、田舎のその納屋の中でですね、例えばネズミがですねエンジンルームの
噛んじゃったりとかですね、トリガー巣を作ったとかですね、蛇が入ってたとかですね、もうそんな話は日常茶飯事にあった頃があります。最近減りましたけどね。なのでぜひね、あのエアコンって舐めずにですね、きれいに、ね、維持管理を、ね、ぜひお願いしたいということで、あのそんなことがあって今度いよいよゴールデンウィークのこの後半にね、前半はうちはあのこの準備と、もう今日昨日からゴールデンウィークじゃないですかね、明日会議やって設営の、一歩前で31とお休みいただいて2日に設営して3456とね、イベントやりますけどね。すいません、入れてください。この、濡れたようなこのサウンド、シルキーなこのアクセルにこう伝わってくるエンジンのささやき、熟成ですね。思わずね、タッチがですね、思わずタッチがいつもとはね変わってきますね。この指先のタッチがね。昔芸能人でこういうことをやる人いませんでした？なんだっけあれ、ね、やめてって歌う人だっけ、エミマリカ違ったっけ最後とエルヒコの奥さんですよ、ね、蛇を体に巻きつけて写真集出した人だ。いやえなこういう人、そんなことをですね思い出してしまう、このね官能的な官能的なね車ですね。いやー、やっぱりこの車にこう乗った瞬間にね、何かのスイッチが入りますね。日常を忘れ非日常に浸りたくなるような ね溶けるような魅力、ね、溺れてしまいたい、ね、そんな感じがしますねそのシェパードで見るような、シェパードが見るような目やめて、ね、さあ、今日はやっぱり車がいつもより多いですね。この時間からだと今4時50分、ちょっとね買い出しに行かれて帰ってくるぐらいかな、ね、天気もいいし真夏の雰囲気なんで、家で夕方からねバーベキューで一杯飲もうなんて人多いのかもしれませんね。ね、そんな気がしますね。そういう気がしますけど、あのこういう意見があったので、ぜひね映してほしいと思うんですけどね。ダブルクラッチを知らない世界の人たちはいっぱいいますと、ね、でダブルクラッチをするときぐらいあのちゃんとクラッチを映してください、ね、そういうね、今はやらないですよ、ね、あとも単純ですね今はやらないです、今はやらないです、まだやらないと、ね、もうちょっと経ったら、ね、で顔だけ映すのはね、やめろとかですねいろんなね意見があるんですね。別に嫌がらせをしてるわけじゃないの でいろんな事情があって、あの取り手のねやっぱりあの判断で嫌なとこ取ってますのでね、そこはあのよろしくお願いしたいと思うんですけど、まあそういうね意見もありますので、今日はせっかく久しぶりにねマニュアル車乗ってるし、まあ、これクラッチの状態も比較的いい方ですのでね、これね、中にはねクラッチがもうこう重くなってきてるのもあるんですよ。クラッチカバーなんかがこうへたってきて、まあ、レリーズベアリングが劣化したりねすると随分ね、操作しにくいのもやっぱり出てきてはいるんですけど、これはそこが調子がいいのでね、気持ちよく走らせながらね
食なんで、この辺は別にそんなダブルクラッチもなくてもいいんですね。まあ、この速度でこの4速を落とすのも別にダブルクラッチもなくて、ここら辺りがダブルクラッチですね。でダブルクラッチを省略して、まあ、ダブルクラッチを超えてるんですけど、ダブルクラッチのこのクラッチを2度踏むのを省略して、アクセルだけポンと開けるっていう方法もあります。これがそうです、ね、これも一応短縮系のダブルクラッチになります。要はあのエンジンの回転を合わせるためのですね。でシフトダウンするときに、例えばフォースからサードにシフトダウンをするときには、そもそもサードだったらその回転域だろうなっていうところにフォースの段階で回転を埋めてやってつなぐ、そうするとスムーズにつながるってやつです ね。これがダブルクラッチです。でこれができるようになると MT の扱いがさらに楽しくなる、ね、自由自在に変速がこうシフトダウンする、シフトダウンがこうできると、ね、これです。これがダブルクラッチというやつですね。お分かりいただけたでしょうか、ね。で、まあ、ダブルクラッチっていう行為とブレーキを組み合わせたものが、まあ、ヒール&トゥーってやつですね。でヒール&トゥー、ヒール&トゥーはエンジンブレーキも併用しつつ回転数も合わせつつ、まあ、下りのコーナリングなんかでですね、より適切かつ早く速度を落とすための技術であったり、まあこれ登っててもいいんですけど、登って例えばその登った先の抵抗を考えると3速から2速なんかにこう落としておいて事前にコーナーに進入した方が立ち上がりがいいっていう時に、ヒール&トゥーでブレーキングしながら、ギアを1速落として上がっていくと、でそういう時に、まあ、ヒール&トゥーっていう、まあ、テクニックですね使います。ことをしておくとここで、まあ、次に備えてね、加速のね、体勢をとる。中途半端な速度で走ってるんで、先にちょっとパスして、パスっていうか先にもう行っちゃってもらいますね。走りにくくてしょうがない、ね、はい、後ろ何も見えませんのでね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10いただきますみたいなカウントダウンじゃないですか、カウントアップしてますね、リクトの場合はね。さあ行きます。
ドライブエキスペリアなんかの時はこうシフトレバーのねこう握り方とか、ね、ステアリングオイルを、まあ、どういう風にこう背中とシートの摩擦力で車がこの制御できるようにですね、どうステアリングをどんな感じで握るのかとかね、まあ、いわゆる手取り足取り手取り足取り、ね、時には、ね、筋肉の位置を指で確認するようにボディタッチもしない。女性の場合そのことしませんよ。男性の場合だけです。しかもあのどうしてもやらなきゃいけない人だけで、決して私が触りたいわけではございませんね。でもね、悩んじゃうんですね皆さんね。もうどうしてもステアリングワークはですね、これができないで、ってやってる時に、ま、僕は見るに見かねて、あのここの筋肉を今使ってますよね、でここですよ、ここ使うんですよとかって言って、ボディタッチする場合はあります、ね、決してセクハラじゃございません、ね、怖いですね、密室ですから ね密室で2人しかいないね、ただこうだとすると今は世の中ね、いろいろ難しい時代ですから、ね、何が、ね、何を誤解されるかわかりませんからね、どっかの町長がね、女子職員にこう促されて触っちゃ嫌やって、まあ、無理してるなこの人と何をしてて相当あの平常心を見せようとして無理をしてるな、ね、そんな無理せずに普通にすればいいのにと思ったんですがね、ね、いろいろなあの、まあ、あの本当にどこにね何が転がってるかわからないっていうね、今地雷原の中を歩くような時代なんですけども、まあ、一連のですねジャニーズの問題からね、本当にどこかのまるで、ね、何々まがいの県知事が、ね、失言、ね、そういうので辞めたのを今度はきっかけに芸能界あるいはまた自動車業界いろいろさまざまなですねいろいろなスキャンダラスな流れがですね一気に、自民党 の失策がありましてね、政治の世界に、ね、しかも地方の小さな自治体の、ね、首長がこりゃ面白いやつらがいっぱいいるんじゃないかっていうんでですね、今あぶり出しにやってますね、いやすごい分かりやすいです。
全然時代ですから ね。で僕ら大正が短い、大正時代というのは非常に短くて、その間にはいろんな事件も あるにはあったんですよ。大正デモクラシーっていう一つの今みたいな世の中がですね、大正時代にはあって、大正デモクラシーってね、そこから戦争に突入していくわけですけども、世界大戦に突入していくわけですが、その大正が短かったんですけども、今令和がね、昭和についた、平成ですね、平成ね、平成の時代が非常にここも長くて、この平成の時代にまたいろんなことが起きましたからね。ですから平成は災害の、ね、時代だって言われていて、昭和戦争ですよね、と高度経済成長、平成は災害と経済低迷ですよね。非常に成長がもうとも思えないんですけど、成長してるとは思うんですけども、まあ、いわゆる安定したという言い方でもあったんだと僕は思うんですけども、特徴のある時代、それが大正とは、ね、大正とは対照的に決して逆じゃないんですけど、長いんですよね。だからここから令和がどれぐらい続くのか分かりませんが、ちょっと先々が読めないっていうのは正直ね、この先がはっきりと読めないっていうのが、戦後の昭和とはちょっと違うところですね。戦後の昭和は急成長していって、先がどん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 明るくなっていくんだっていうのが見えてきてるのが僕 の育った時代ですので、やっぱり今とは少し雰囲気が違うなっていう気がね、しますよね。まあその平成にね、誕生したこのスバルの文化遺産、文化遺産ですよ、この6気筒のセダンはね、文化遺産です。この前のレガシーにももちろん6気筒を積んだ車があったんですけども、3代目レガシーの B4 とこの4代目レガシーの B4 というのは結構対照的に重量感ですとか、重量ですよね、やっぱりその重さの違い、それから6気筒エンジンがですね、同じ6気筒の形式なんですけども、随分その BE 型ですね、 BE 型のセダンとこの BL 型のセダンのエンジンっていうのは、やっぱりそのサプライヤー、エンジンの部品のサプライヤーを非常に工夫して、まあ僕はポルシェのサプライヤーだって聞いてますけども、バルブシステムを一新したっていうのが、この面白い車の誕生に直結してますよね。まあ今シュバシュバ、こう操作するのをご覧になられて、マルチシリンダー、いわゆる6気筒っていうね、その重厚である車が実にスポーツライクな面白い運動特性とか、まあ動力性能を持ってて、見た目は全然おとなしいセダンなんだけど、走り出すとこれは何だというね、お化けとかそんなんじゃないです、とにかく本当にね、熟した味です。1台置いとくべき車だと思います。ということで、今日の動画を終わります。ありがとうございました。